Welcome to Deep Within Podcast. I am your guide, Emiko Rasmussen. このポッドキャストは Soul Purpose、魂の目的を最大限に表現して、自分自身を導いているあなたのためにお届けします。Deep Within. This is a space where your inner power, inner knowing, inner truth, inner peace, and inner wealth all exist. 内側からの成長、そして本来のあなたをエンボディすることで、あなたの芯が根強く広がり、あなたの内側に存在する愛と豊かさの器も広がり、外側に溢れ出していきます。あなたはただビジネスをやっているだけじゃない。You are creating a movement and leaving a generational legacy. この道のりには多くの内なる葛藤、戦い、不安、恐怖と向き合いますが、You are actually meant to walk this path. 大丈夫。Trust yourself without seeing any evidence. I am here to guide you.Are you ready to go deep within and activate your inner feminine power? You are about to step into your next level leadership and become the living embodiment of who you truly are. Now, close your eyes, put your hands on your heart.Hello, beautiful souls. How are you doing? And thank you so much for listening to the Deep Within Podcast. 皆さん、こんにちは。今日もこのエピソードを聞いてくれてどうもありがとうございます。I'm so happy that you're here with me. Thank you. 今日のこのエピソードは、私がインスタグラムで、ニューヨークにお住まいのライフコーチ K さんとカムセーションしたものをここでも、ポッドキャストでもシェアしています。で、Heads up!クオリティなんですけども、音声のクオリティ、普段は、私、Zoom でね、ワンオンワンというか、Zoom でこうインタビューをするんですけども、このカムセーションは、Instagram でやったものを、ライブしたものを、お互いのトラックで、レコーディングをしているので、私の部分が、I edit the best I can、私の中でのその編集の技術で一番ベストにはしてるんですけども、私のカムセース、私のだからトラックの部分が、なんていうのかな、 K さんのレコードしたもののところにも私の声が入っているので、なんていうのかな、ちょっとエコーイングになってしまっているんですけれども、 I hope you can hear this. I think it's gonna be okay. 多分大丈夫と思うんですけども、だから少しだけなんかちょっといつもと音声が違うなって思ったら That's the reason why.Okay? All right. で、K さんも私もコーポレートのバックグラウンドがあって、で、やっぱマスキュリン、ゴーゴーゴー、結果を出す、数字で、もう本当になんていうのかな、こう上司に認めてもらうみたいな、そういうような働き方をしてきた中で、別にそれが全然悪くなくて、それがはっきり言ったら、今でも世の中、It's the main, anyways. Right? で、そんな中から、フェミニンエネルギーだとか、そういうなんていうのかな、It's like a spiritual awakening, right?っていうところがあって、でお互いね、彼女は彼女なりのそのフェミニンとマスキュリンのそのエネルギーの統合、調和、ハーモニー、whatever the word that you want to use, right? で私は私のその私のフェミニンとマスキュリンのこの調和っていうのがあって、でお互い本当にその調和の仕方というか、私の中ではそのハーモニーなのかな、で表現するやり方と彼女の表現の仕方っていうのはやっぱもちろん違うと思うんですね。これはやっぱ聞いてて多分わかると思うけれども、多分私と彼女でこう共通してるところっていうのはこう we're grounding like a grounded right? だからそのスピリチュアルだけでこう上にヒューッと流れるんじゃなくて、We go up there. スピリチュアルな部分もありつつ、それをどれだけこの 3D ワールドのこの、なんていうの？私たちのこのライフっていうところで、にどれだけその使っていくかっていうところであって、ここのね、コンセプトがやっぱ難しい人には難しいと思う。But that's okay. 私も、その、なんていうのかな。一人一人やっぱそういう、
フェーズっていうのがあると思ってて、こういうコンバセーションが好きじゃないっていう人だってもちろんいると思うし、but, and that's okay, you know, I respect, right? でもこういうコンバセーションが、oh my gosh, more please っていうふうに思う人もいると思うし。And yeah, so you get to decide, right?Yeah, so、I really loved how she brought this conversation to the 3D level. やっぱね、スピリチュアルってとかこういう話をするとなんかぼやっとしてたりだとか、結局何なのかなとか、なんか分かってるんだけど、でもじゃあそれどうしたらいいのっていうふうに思う人たくさんいるかもしれないけども、まあ、彼女がすごいこうプラクティカルなこうお話とかもしてくれたし、皆さんの中でね、少しでもこう、あ、これ結局はこういうところ、はっきり言うとこういうコンバセーションってどこでもコンバセーションって起こってると思うんですけども、なんか少しでもなんか、あ、なるほどねって、こういうふうにもっともっと自分もこういう考えをこの 3D ワールドでこう形にしていけばいいんだなっていうふうに分かってもらえると嬉しいなっていうふうに思います。 OK? Alright, that is all. And oh yes, so quickly we are starting、 もしもこのポッドキャストのエピソードをこう、なんていうのかな、このタイムリーで聞いてる方、We are starting、our free special event. It is called the Embodiment Code. Embodiment Code.、how to use your energetic essence to expand your potential. 自分のね、皆さんが持っているこう、inner potential、内側にある potential、inner wisdom っていうものをどういうふうにしてこう広げて自分をもっともっと表現していくかっていうところで、まあ、私は特にヒューマンデザインっていうツールをビジネスに最大限に活かしています。なので、そのやり方、もしかしたらヒューマンデザインっていう言葉聞いたことあったり、ジンキーズっていうその遺伝子影響っていう言葉とかも聞いたことあるかもしれない。でも、それをじゃあ実際にどうしたらいいかっていうところで、I'm bringing to, I am bringing to the practical examples. So if you are interested in, please join. 無料のイベントなので、もしも気になってくれた方は、ぜひぜひこのイベントにも登録して、私が教えているものがどんなものか、そしてこのヒューマンデザインとジンキーズのがどれだけパワフルなものかをね、感じてほしいなっていうふうに思います。 Alright, that is all. I am super excited for you to listen to this conversation. Without a further ado, please enjoy my conversation with Kay. こんばんは。よろしくお願いします。お久しぶりです。本当にお久しぶりです。ね、もう多分何年いや、多分2年ぐらいは経ってると思うんですよ。Oh my goodness。ね、タイムフライで。Wow. Yes. よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、久々の、私ちょっとコラボも久々なんですけど、今日ね、美子さんを迎えしてということで、ちょっと深い話を、してみたいと思って、ね、美子さんからも提案していただいて、私いつも美子さんのライブとかアーカイブで見てて、やっぱり昔といつも今でも変わらないのが、すごくやっぱり、なんでしょう、オーセンティックなメッセージがめちゃめちゃ魂に突き刺さるっていう、なんかすごくパワフルで、なんて言うんだろう、なんかこう誠実っていうのが当てはまる感じだから、皆さんがこうね、心に刺さるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、ちょっとね、そんな恵美子さんとお話しできるのを今日も楽しみにしてたんですけど、本当に私もなんか私から見たら、Kさんはこうなんかグラウンディングされてるんだけれども、なんていうの、このグラウンディングしてる部分とこの上の部分とかだと分かりますスピリチュアルの部分だけども、うん、全然ぶっ飛んでないし、like、みんなをすごいこのグラウンディングの部分に連れてきてくれるっていう感じがすごくします。 ありがとうございます、うん、で実は私ももともとは左脳の人だったので、多分だからだと思う。最初から右脳じゃなかったから。私と一緒だ。そう、はい、うん、で今日はね、はい、集合意識ってコレクティブコンシャスネスって英語で言いますけど、その集合意識は一体どこへ向かっている行くのかっていうのと、まあその私たちが今の時代にこう、なんだろう、調和していくには自分たちの何を整えていったらいいのかとか、
まあ、陰陽のバランス、うん、女性性男性性って言われてますけど、うん、そういったハーモニーをね見つけていくためにどんなことができるかっていう話をね、うん、してみたいと思ってるんですけど、一応私のアカウントで今日やってるので、はい、簡単にねちょっともうずっと喋ってますけど、えゆこさんの方から簡単に自己紹介お願いできますか。はい、はい、私は、横浜出身 で今は多分ケイさんと話した時はカリフォルニアにいましたよね。そうですよね、うんうんうん、で今はテキサスに引っ越してきました、うん、でもやってることって本当に変わらなくて、もうずっとずっとなんか、まあ、タイトルっていうところで、うん、今回でケイさんにタイトルは名前の何て言いましたっけ、あの肩書きなんですかって言った時ドキッとしてなんだっけ肩書きそこまでないみたいなそうっていうのはあるけど、まあビジネスっていうところとエナジェレスっていうところ両方あって、うん、でなんか私は何をしてるかっていうと、なんかそのビジネスを作るのをこうなんか助けるっていうよりもすごい私は人にフォーカスしてるんですよね。わかりますわかります、うんうんうん、でなんかビジネスをするためにこれをしてこれをしてこれをしてっていうよりも、やっぱ自分のこうハートの部分から、まあ、魂の部分何でもいいけども、それは皆さん一人一人ね言葉合うものでいいんだけども、うんうん、答えって内側にあるから、うん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 、なんかその答えとつながるには結局はやっぱりだから自分の答えを出すには結局はまずは自分を理解したりだとか、うんうんうん、その自分っていうところに帰ってくるっていうところであって、うんうん、で特にビジネスをやってる人ってこう頭多分高校生とかにいたらねずっと働いてたら分かると思うけども、頭がゴー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 もうくる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 回って Next meeting, next meeting, next meeting、うんうん、What time is it? It's lunch time みたいな、もう本当にそんな感じだから離れちゃってるんですよね、うんうん、だからやっぱそれをやっぱこうコネクトするというか、やっぱこう持ってくるっていうところから、うんうんうん、やっぱ自分をリードして、自分がリードできるからこそ他の人をリードするっていう、うんうんうん、なんかそこの部分をすごく大切にしています、うんうんうん、はい、うん、ありがとうございます。それはすごい伝わってくる、今だけじゃなくてもともと私もともとえみこさんを最初に知ったきっかけはポッドキャストだったんですよね。今 Deep Within っていうタイトルでやってらっしゃいますか。あ、Yes! 違いましたよね、タイトル違いましたよね、何でしたっけ。 Her Confidence Her Way。 そう、right. そう、yes. なんかその時に聞いてて、あ、すごいと思って、うん、でそこで知ってインスタもフォローするようになったっていうきっかけだったんですけど、うんうんうん、でもその頃も今もやっぱりそこのベーシック根本はね、えみこさん変わってないなと思って、変わってない、もう何も変わってない、うんうん、本当に、まあコンフィデンスっていう言葉を使うか使わないかっていうだけだし、うんうんうん、でも本当に一番大切にしてたのは like you're enough I'm enough っていうところで、うん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 、でもこのコンセプトってやっぱつかみにくかったりしません？そうね、うんうんうん、だんだんなんかいろんなところでいろんな方が喋ってるので、うん、発信してるから、うん、だんだん浸透してきてはいるけど、まだちょっとぼやっとしてる感じは、うん、ぼやっとしてる、うんうんうん、で多分こう社会的な You are enough、 あなたは十分ですよっていうのはやっぱりその外に何かをこう出さなきゃいけないというか、うん、わかります、うん、証明する、うんうん、まあ、私も本当にそれ、まあ、英語では proving energy、right? proving、うん、proving、 proving っていうなんか証明しなきゃ証明しなきゃ証明しなきゃ何か証明しなきゃっていうので、うん、やっぱそれがあるからこそ、うん、Oh, I'm not good enough, right?、うん、Oh my gosh, Case もう Case さんもうすごいもうこういうレベルだから Oh, I'm not good enough とか、うん、やっぱもう本当にそういうところで本当始まるんですよ。私も本当にそこから来てるので、多分全員がほとんどの人が、うん、まあ、特に昭和世代を揉まれてきた、私も昭和の洗脳が強い人、うん、だから、はい、私のお客様もそういう方が多いんですけど、うんうん、ここにね今ね皆さん早速来ていただいてありがとうございます。来ていただいてる方はえみこさんのフォロワーさんも多いと思うので、簡単に私の方の自己紹介をさせてもらうと、うん、お願いします。私横浜出身って初めてしてちょっとまた親近感なんですけど、oh、関東なんですよ、埼玉関東、うんうんうん、で横浜まで遊びに行ったりとかしてたし、ああね、本当で私ダラスでした、テキサスはダラスでしたっけ、 Yes, ダラスです。ダラスも実は私がフルタイムで勤め人事部長してるんですけど、うんうんうん、支社があるんですよ。だから多分出張で行くことあるかもしれないので、その時は会いましょう、ぜひぜひお願いします。で、一応ニューヨーク本部の、IT コンサルティングファームの人事部長をしていて、うん、でニューヨーク、ダラス、シリコンバレーの全部をまとめている感じなんですね。そう、うん、で今日もこ従業員にコーチングしてきたりとかしてたんですけど、だからフルタイムの方でもコーチングをすごくガンガン使っているし、うん、でビジネスも自分でも
もう12年なわおって感じですけど、細々とやっていて、で、まあ、いろんな、私もフェーズをね、コーチ12年やっててきたんですけど、今は、本当にそのディープウィズインじゃないけど、なんだろう、こう、スピリチュアルって言ってしまうと、こう、ふわっとしちゃうかもしれないんだけど、でも結局、本質ってそこだから、そことつながらないと、やっぱり、ドゥ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 ばっかりで言っても、結局同じところをぐる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 回っていって、結局私、何したいんだ、したかったんだっけとか、いくらやっても、こう、満足感が得られないので、そのスピリチュアルってこう遠いものではなくて、いかにこう現実世界にこう下ろしていっ Yes、て、本当にそう。で、それで本当に日常でこう習慣化していく、日常で使える実はスキルなんだよ、スピリチュアルってことをお伝えして、コーチングもそれに沿ってやっているっていう感じです。はい。めっちゃ伝わります。本当にそう。本当になんかこう、目覚め、日本だとなんていうの、例えばアウェイクニング、言葉の、日本語でなんて言うんでしたっけ？目目覚覚め？め？目違覚め？う。目覚めだったりだとか、あともなんかアセンションとかっていうので、次元に上登る。昇？そう、そういう言葉もあると思うけど、でも結局のところ、言って言っちゃったわけじゃなくて、生きてる私たちはここは本当にこのここの世 3D ワ界ールドね。だから、3D でそね。れをどれだけ、その、私、ケイさんのすごい、インスタグラムでこの人生のゲームっていうのが私本当に好きで、もあ、ありがとうう本当ございまにす。そうだよなと思って、どれだけこのゲームを生きるかっていうところで、しかもそれをどれだけ完璧に生きるとか、どれだけ上手に生きるとか、どれだけ勝つかとかじゃなくて、なんかケイさんに質問、書かせていただいたじゃないですか。そこで、そうだ。なんか言葉を言ってて、Oh my gosh, what did you say? なんか言った言葉が、Oh my gosh と思って、本当にだから、そうそう、スピリチュアルの、そう、プラクティスにするっていうのは本当に、それをこの 3D のこのワールドでどうするかっていうところで、それが本当にゲームであって、なんか、これがいいとか、あ、そうだ、1と0っていうのがあったときに、1が良くて0が悪いとか、なんかね、シャローっていうのとライトがあったときに、both are just it is. Like, その、どれだけこのワールドでミューチュアルで両方のことねっていう話をね、しそうただじゃそうないだですそうだ、か。思い出した。ニュートラルにね、ニュートラルに 落ちニュートる。ラルだから、に、本当、私、本当に昔は、0か100か、all or nothing、black and white の人だったのね。Yes. だけど、こんな私でも変われるんですよ。だから皆さんも変われるし、まあ、なるべく楽しくそれをやっていくためにのゲーム化していこうよっていうコーチングを私はやそうってるんですけね。ど、だから本当にこだわりってこう、あった方がいいんじゃないのって思われがちなんだけど、まあそれは自分の世界で楽しむ。私オタク分野多いから、それはいいんだけど、でもそうじゃなくて、なんかそれが自分を苦しめるものだとしたら、そのこだわりがあればあるほど、べきがあればあるほど、人生ってどん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 辛くなるし、狭くなっていっちゃうから、やっぱりニュートラルに戻ってくるっていうのが、一番実は生きやすいですよね。確かに、確かに。でも、それが社会でこう、やっぱ求められてないというかなんか、ちゃんとわかどっる。ちがはっきり言いなさそう、いじゃわかないる、わけかれる。ど難しも、いんだよね、そこが難ね。しいですね。その、そういう考えだとか、例えば、ケイさんの場合って、その、本当にもう、コーポレートカルチャーってやっぱまたバリ全バ然リ違ですうじゃよ。ないですか。そう、バリバリ、本当に。そんな中で、そういう、なんだろう、コレクティブ的に、こう、なんか、会社とかでも、従業員の考え方だったりだとか、できなんまか、すよ。なんかね、いい意味で、この洗脳って言葉はもちろん使わないですよ。でも私洗脳してるよな、みんなをって言って、思ってて。で、一人だけ、同僚なんだけど、やっぱりスピリチュアル系のことをすごく学んでる女性の、日本人の女性がいて、その彼女とはよく話すんだけど、なんか私たちって多分、で、しかも IT って、ご存知かもしれないですけど、男社会なんですよ。もうメンズワールドで。100%、で、はっきり言って部長、女私一人だけなんですよ。で、だから、毎週行われる部長会議も女性一人です。参加してるし、だからね、これをやっぱりひっくり返したいなと思ってて、それは競争とかじゃなくって、なんかこう、オセロのゲームみたいだよねって彼女と言ってて、例えば、こう、男性性が強い社会、IT 社会っていうのが、プロの世界だとしたら、いかにこう、白にみんなをいい意味で洗脳して、こういう考え方もあるんだよっていう、こう、調和の方に持っていく、競争じゃなくて、で、そのこともちょっと今日話したかったんですけど、まあ、その土の時代って言われてた時代っていうのは、これはまあスピリチュアルプラス占星術的にそうなんですけど、終わっ
った終わって風の時代ってみんな言う、まあ、そういうことに詳しくない人でも言うようになったじゃないですか。でそれってでもちょっとどういう違いなのか、何年ぐらいでしたっけ風の時代とかって言い始めたのって。コロナの頃でしたっけね、確かね。そう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 。で、今年の11月かな、風の時代っていうのは要は、冥王星っていう破壊と再生の星が水瓶座っていう風の星座に移動するっていうのおお、なが、るほどね。占星術的にすごい大ビッグイベントで、200何年に1年、あ、じゃあ50何年だったかな、どっちか忘れましたけど、とにかくもうロングタイムなんですよね。なるで、ほど。今まではそれが土の時代にあったので、社会的にもう物質主義だし、結果主義だし、競争して誰かを蹴落として上に上がっていくとか、なんかそういうやっぱり意識が強い世界で、本当に占星術ってバカにならなくて、私もちょっと勉強したんですけど、当たってるんですよね、よう読んでいて。で、風の時代になってコロナっていうことが起こって、もう反強制的にこう、なんだろう、社会が全体が変わっていかなきゃならなかったじゃないですか。で、今度はじゃあ何を中心に世界が回っていくかっていうと、やっぱり風って軽やかでスピーディーのでもあるってこともあるんですけど、今度は女性性、まあ男性でも女性性っていうのもあるし、そ女うで性すでもね。男性性ってあるじゃないですか。私めちゃくちゃ男性性中心の人だったんですよ。だけど、私もそそれは本当にバランス取るのめちゃめちゃ大変だったんですよ。う。で、女性性っていうのは、今度はこう、調和、愛と調和、そして受け取る力なんですって。受け取る力っていうのが女性性で、受け取るのが苦手な人本当に多いですよね。で、これ面白い、ジャッジの自分の判断の仕方があって、呼吸するときに、こう、普通の呼吸または深呼吸で、吸う息の方が長いのか、吐く息の方が長いのかで、分かれるんですけど、私極端に前は吸う息が短かったんですよね。こうやって口、両吐くの方短はそすう。吐くのがすごい長くできるんですよ、ふーって。でもそれって受け取るのが苦手な人なんですよね。こう吸なうるのほがど。短い人っていうのを受け取るのが難しい人。でも受け取る力っていうのが女性性で、このやっぱり女性性と男性性のバランスをうまくやっていく。で、こう女性性っていうのは戦いの意識じゃないし、結果主義じゃないから、今度プロセス重視になるっていうことですよね。だから、なんかそういうことを、でもコーポレートでも変えてインパクトを与えていこうということは、できることはできる。で、そういう、例えばトレーニングをちょっと、なんでしょう、提案して導入してみたりとか、徐々にそういうなんか、ふわっとした苦手なことが苦手な男性にも、こういう考え方もんで、こうでこうだよねっていうことを徐々にこう伝えていくっていうことはできるかなと思っていて、今ちょっとそれを作戦を練っているところなんですけど。なるほど。なんかね、本当にその言葉、やっぱ言葉とかが本当にそういう、なんておっしゃいましたっけ？こう、What was the word you said? So like a session とか、そういうなんかスピリチュアル的なことを日本語で言うと、まあ、日本語じゃなくても英語でもいいけど、言うと、おそらく、惹かれ る。What are you talking about? っていうふうに惹かれね、てしまなっうてからしまうからこそ、やっぱそういう、もっと身近もっとな言身近な言葉葉で、それそれををこうこう説明して説明説明すするると、と、なんなんか、か、それっそれって て普普通通にの私私たたちちがが人人間間ととししててややっっててるるここととだっだったりりととか、かって、気づくんですよね。なんかね、多分恵美子さんのお客さんとかもそうだと思うけど、やっぱりこう成長する時っていうのは、何かをや、なんて言うんだろうな、何かその成果物があって、あったから成長したわけじゃなくて、そこに行き着くまでの過程の、内面の成長が成長じゃないですか。ね、なんていうの、持続性がある、成長っていうか。で、それって結局スピリチュアルっていうか、自分とつながってこそできるものっていうことですよね。と思う。で、その成長っていうのは本当に外に見えるものじゃなくて、よくこう、インスタグラムとかでも絵で上がってくるのが、まあ、女性でも人間が描いたときに、成長っていうのはその下の方に根が生えているからこそ、その成長っていうのは初めは全然見えないんだよ。でも、下の根っこの部分が生えて、そこの部分が成長するからこそ、the trees, the flowers, right? すべてがこう咲いてくるけど、多分私たちって言えばその部分が欲しいんですよね、この部そう分だが。ね。しかもそれを出さないと、またその認められないっていうか、っていう、やっぱそういう、でもそういう世の中だったけど、それがこの、この、って意味で、
どう思います？何かこうシフトしてるなって感じることとかあります？それともまだ like, prove it, prove it, number, number みたいな感じします？多分あの、まあ、よくこれも言われていく二極化をしていくんだなと思うんですよね、うん、でそういうふうに、うん、その結果主義でずっと生きたい人は別にそれが自分に合ってればいいと思うんですよね。その良いもうさっきの話に戻って良い悪いじゃなくてね、うん、なんだけど、うん、でもそれがしっくり来ない人たちはその人たちの世界、うん、その人たちだけでつながる世界ができていって、多分結局全てが波動の法則なので、自分と波動が合った人しか多分もう一緒の、うん、あの世界に入れなくなる。 で、ね、で会社でもすごい面白いことは起こってきていてここ数年コロナになってから、うんうん、やっぱり風とおっしゃいました。風、うん、あ風でっておっしゃいました。ああの会社で会社で、あ会社でごめんなさい、風でも出るから風の会社で会社でなんかね、うん、やっぱりあの会わなくなっている人っていうのがあのなんだ自然にやめていってたりとかする。うん、だから多分そういうことがこう操作したわけじゃなくても起こるっていう感じなんだと思うんですよね、うん、もういられなくなるというか自分と合ってるところを合わなくなってきて転職するとか、うん、ね、辞めるとか日本に帰るとか、なんかそういう人たちもいたりとかして、うん、あの多分皆さんもねあのこういう関係でも感じてると思うんですよね。人間関係変わってきたとか、うん、だから多分、うん、そのあのコレクティブコンシャスネスはよくこれあんまりいい例じゃないんだけど、集合意識ってある一定の意識が、うん、人の意識が集まるとそれが現実化、うん、であの結晶化するじゃないですか現実世界で、うんうん、でそれって人の意識が同じところに集まるからなんですよね。で、そうですね、あの飛行機事故が、うん、これ悪い例ですけど、うん、飛行機事故が続くのもそういうことなんですよね、うん、一回こう飛行機事故落ちました、何人死亡しましたっていうサードニュースがあるとみんなそこに集中しちゃう意識が、うん、そうして、うん、そのコレクティブコンシャスネスがまた飛行機事故を起こしてしまうっていう、その、oh, なんだかな、wow. そういうのが本当にあのあんまいい例じゃないんだけど起こる。でもそれって良い例、うん、良い方にも多分行くことはできるんですよね、うんうんうん、だからある一定数の人がいたら、うん、あの多分そっちの方にコレクティブコンシャスネスっていうのは向いていく。まあ私たちは女性なので、そのなんだろう、自分たちが生きた時代だだけではなくてもう代々続くその女性のコレクティブコンシャスネスっていうのもあると思うんですよ、うん、もう虐げられてきた、差別されてきたっていうのは、うん、私たちのこの現世では記憶っていうか体験してなくても先祖から引き継いだものっていうのもあるので、やっぱり本当にこの時代こそ女性が活躍できる女性性ならではの特性、うん、あの何て言うんでしょうね、うん、愛と調和、競争よりも調和、結果よりもプロセスっていう風に導いていければ、うん、だから今までの女性のこの世界のリーダーって、うん、例えばこれ名前挙げちゃっていいのかな、あの東京都知事の方とかあと、ドイツでずっと長く首相をやられてた方とか、うん、あれは女性なんだけど結構男性性を前面に出したリーダーシップね。で、うん、あれは土の時代はもうパーフェクト、うん、ぴったりだったんだけど、うん、風の時代にあのリーダーシップは本当に合わないと思う、うんうん、確かに確かに、うん、あでも確かにそれ分かります。私もコーポレートで働いてる時に、うん、やっぱ私も自分がマネジメントのポジションだったから、うん、その上もっともっと上の人とこう一緒に働かせてもらう機会って、ね、たくさんあって、でやっぱり女性のリーダーでも分かれるんですよね、うん、もうマスキュリンオンリーの、やっぱしかもそっちのやっぱ女性の方が伸びてくるわけなんですよ、うん、評価されるんだよね、そういう人がね、そう評価されるんですよね、うん、でその中でもやっぱりそういう本当にハートからリードしてる女性の人とかがいると、うん、やっぱりそういう人たちの考えってまだあの当時は、そう私もあのコロナのちょうどこう変わり目の時に私も仕事がなくなったので、うん、あの時に私がやっぱ心が惹かれたリーダー、女性のリーダーってみんなやっぱりそのハートから、やっぱあの時当時私そのこの言葉知らなかったけど、やっぱフェミニンエナジーでリードしている女性だったんですよね。だから私はそっちに憧れるけれども、でもそういう人たちがなんかちょっと違う意見を言うと、またそんなとこから始まったかみたいな感じでこうなんかアイローリング、ね、現地の人だからものすごい反応をするじゃないですか、分かる分かる、うん、だからあーって思うけど、でも本当になんかすごい単純な話で言うと、私はあの昔オンラインの大学で働いていて、その時に
なんかこのプロセスはこうでこうでこう、なんか本当にマスケルなんですね、うん、you have to, student has to go through this process、ね、must、うん、こうしてこうしてこうしてこうしないとこういうものがもらえないみたいな、うん、こういうなんかあの what's like アワードもらえないとか、うん、なんかいろいろあった時に一人の女性のそのリーダーが why do you have to make it so hard、うん、they're just a student、 なんか student 生徒さんのなんかそんなに厳しく大切なんか大変にしなくてもいいじゃないみたいなことを言ったときに、うん、一瞬なんか空気がなんかすっごい硬かったのが、うん、一瞬なんかシャラなんか本当に割れた感じがして、うん、なんか忘れてたなんか生徒さんそのなんていうのかなオンラインだから目の前でのお客様じゃないわけなんですよね、うん、私たちの場合はだからやっぱ忘れちゃう人間っていうのを忘れちゃって、うん、そのリーダーの方って本当に常に人間に人間味をすごい私たちにリマインドしてくれるんですよね、うん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 、なんか Remember they are not a student ID number They are a human っていう風にすっごい言われたりとかして、うんいいいいねうん、でもやっぱあの教師、ね、人たちはやっぱり、うんうん、やっぱり結局はそういう人たちどっか行っちゃうわけなんですよね、うん Because they didn't belong there、うん、そこの belonging を感じなかったからこそ結局生き残る人たちはでマスキルが生き残ってた、ねうんうん、でも今は多分違うと思いますよ、うん、変わってきてると思う時間がかかる会社もあるけど、うん、うん、なんだろう、うちの会社は割とオープンマインドの人も多い、まあ、頭固いおじさまたちもいるけど、うん、オープンマインドな方もいるので、うんうん、徐々に徐々にねなんかこう、うん、相手に気づかれないように私は洗脳しててでなるほどねゴールっていうのもやっぱり会社だからそれによって評価が決まるからつけなきゃいけないで点数つけなきゃいけないっていうのは ね、うん、やっぱりちょっとそこはまだまだちょっと変わるの時間かかるなと思うんだけどなんかそこにウェルビングって入れてみませんかって私言ったんですよね。で、うん、ウェルビング、え、何ウェルビング仕事に関係ないじゃんみたいな感じなんだけど、もう私無理やり押し込んだもん。なんか、ウェルビング、うんうん。そうそうそう。だからそういうのとか、なんかコークリエーション、トランスフォーメーションっていうのをキーワードにして、うん、あの去年のね、あのゴールを作ってもらって、でもやっぱりみんな、はって感じだったんです、最初、クエスチョンマーク。なんかすごいぼんやりしてるんだけど、うん、みたいな。なんだけど、じゃあ、あなたの仕事をどうやったらトランスフォームできるのかっていうのをブレイクダウンして、その大きなことを変えなくていいんだよ。日々の業務の中でどうやったらトランスフォームできる、どうやったら人との関係がこう変容できるっていうのを考えてみてって言ってやって、で、コークリエーションもなんかこう、一人でやる仕事じゃなくて、いろんな人をいい意味で巻き込んで、それは部内だけじゃなくていいんだよ。他のロケーションの人とやってもいいんだよ。他の部署の人を誘っちゃってもいいんだよ。でも、こうクリエ、なんか共同でやっていくことによって、うん、あの新しいものを作り出そうよっていうのをあのテーマにゴールを作ってもらって、結構今年3年目になるのかな。だんだんこう浸透して、まだちょっと、うん、I'm not sure っていう人も多いんだけど、でもそれでも半数以上の人がだんだん、あ、自分のデイトゥーデイの自分のポジションに落とし込むとこういうことかなっていうのがだんだん分かってきてるみたいな感じ。だからそれにもウェルビーイングをちょっと投げ込もうかなと思ってて。で、それはもう無理やり社長の、 あの承認を得たんですけど、そうそうそう、そういう感じで、なんか、なんだろう、私なんかのパワーでできることではないというふうに思わずに、皆さんもそれぞれのいろんな役割ね、うん、会社勤めの人は会社勤めの人、自分でビジネスやってる人のビジネスやってる人、少しずつこうインパクトを与えていくことってできると思うんですよ。うんうんうん、それはね、うん、本当にね、小さなことじゃない。だから本当に一人一人のその、それこそが一人一人の意識が上がっていくことで、やっぱ集合意識に影響は受けるから、うん、そうすごい重要だと思う。うん、確かにそのもうこうヘッなんて言ったっけこのヘッドというかアップダウンコミュニケーションってもうこの時代もう通じないもう本当にね、うん、だから誰かがこう言ったからこうしなさいっていうよりも、うん、やっぱりその一人一人がこう気づきがあるからこそ、うん、オーマイガーシュモーメントがあって、うん、日本語ではねないかもしれないけどオーマイガーシュモーメントがあってそれがもう本当に波紋のように広がっていくからこそ、うんうん、やっぱそのコアクティブになって、うんうん、逆に言ったら本当に下からこう上に、そう、ね、トップの人って硬い人とかやっぱりいるし、うん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 、まだまだねリーダーっていう意味では言うからこそ、うんうん、そういう一人一人が
を責任を持って、そのトランスフォーメーションっていうのはあなたのワークをどうやってトランスフォームができますかなって普通考えないですよね。もう Get it done, I gotta do the work っていう、なんかもうそこにしか集中、だからこそそういうちょっとした質問でなんか本当にこう回っていたものが一瞬ふって止まることで、transform? What are you talking about? Who create? What are you talking about? I just have to do this. Everybody's doing this. もうずっとこれがこうなってるからこそ、私もこれをクリエイトするって、なんか、こうクリエイトじゃないけど、意味わかります、それをそのまま同じようにコピーキャットじゃないけど。Same result, same result, same result みたいな、同じ結果を。ベルトコンベア乗ってるみたいな感じですよね。そう、なんかね、そう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 。でもそこからそのちょっとした角度での質問をもらうことで、一人一人が本当に責任を持って自分からの答えを出していく。Within, right? Yeah, that's so beautiful. Thank you.あとね、だから私、その、それは会社の人はそれもね、会社のこう、新しいテーマだなって、もう、だんだんもう浸透してるんだけど、でも、例えば、まあ今もインタビューガンガンやってるんだけど、インタビューでね、うちの会社の事情知らないから、トランスフォーメーション何って感じかもしれないけど、でも私はちょっと聞くんですよ、そういうことを。あの、うちのビジョンのことを話さずに、だから今からちょっと、あの、いくつかワードを言うので、それに関して、思いついたこと何でもいいから話してみてって言って、So, what does that transformation mean to you? とか言って、結構面白い答えが来るので、あ、この子は分かってるな、あ、この子こういうふうに考えるなと思うと、あ、うちの会社に合うかな、合わないかなっていうのが分かったりするので、結構そういうのね、そういうので遊んでます。Wow, I love that. 私だったらもう絶対見えるから、もう、That's my question. That's my question. どの会社 の, あの人事の人も聞かないであろう。そうですね。わあ、え、それ反応とかってみんな、皆さん、まあ、まちまちかもしれないけど、そうですが、固まる人もいます。あのね、あのね、硬い人は、あの、固まってますね。あとは、あの、最近はこう、なんでしょう、新卒の人とちょっとね、話す機会もあったんですけど、でも新卒の人、まあ、アメリカと新卒採用ないじゃないですか。でもたまたま、ね、あの就職を探している人とかがいて、エントリーポジションが空いたりとかするとやるんだけど、なんかね、割とこうイノベーティブな答えが来たりとか、あとは全く意味を取り違えて答える人とかもいて、それはそれで面白いなっていう、堂々としたアティチュードを買いましょうみたいな。うん、なんか間違ってても、もうなんか、間違ってない。これは自分はこの、なんていうの、私よくバレエでも言われたけど、間違ってみんな右行ってるのに左行っちゃったら、あなたがこれは左の何動きをもうあなただけもらったっていうふうに思って堂々と踊りなさいって言われてたから、そんな感じかなと思う、想像して。そうそうそう。あと面白い性格が出るっていうか、だから本当に面接の練習してきましたっていう教科書通りの人は絶対答えない。いや、正しい答えを会社のために出すのか、それとも、これは自分、私は私のオピニオンがあって、その自分がその会社にフィットするかっていうのを楽し、試しにインタビューに来てるかっていう、やっぱある程度と全然違いますね。違う違う。なんか面白いですよ。なんか、あ、せめて。遊ばせてもらって。I miss the corporate time now. なんか懐かしいし、なんかそっち行きたくなっちゃった。懐かしい。でも人事っていうのは私もずっと本当に人事で働きたいってずっと思ってて。あ、そうなんだ。でも合ってると思う、すごく。なんかやっぱそういうなんか、タレントデベロップメントとか、やっぱそういうヒューマンデベロップメントっていうのがすごく好きだから、でもそこの部署って大体一番初めにカットされるじゃないですか。そうなんだよね。もう分かっちゃってるから、仕組みが。どこならセーフ、まあセーフって、どこもセーフじゃないって言ったらセーフじゃないけど、一番初めに切られるのはどういう仕事かっていうのがやっぱ分かっちゃってるから、なんかやっぱそこに行くのが怖かった自分とかもあったけど、いやー、Oh my gosh, I missed the corporate time. Okay. で、さっきそういう、あの、ケンさんがそのコーポレートで、あの、ね、マスキリンの人がすごく多いっておっしゃってたじゃないですか。それでケンさんも、自分は昔すごいマスキリンだよっていうふうにおっしゃってたんですけども、多分私のオーディエンスの人とか、ケイさんのところに来るワールドの、あの、ソーフィアウェイの人たちっていうのは、もしかしたらもうすでにそういうのって分かってるかもしれないけど、ケイさんにとってのそのマスキュリンの部分から、それをなんかどういうふうにそのシフトする、私は結構シフトしてそこからの自分のハーモニーを見つけたっていうのが私のプロセスなんですけど、ケイさんにとってはどんなプロセスで、どういうふうにしてその統合をっていうのをこう見つけました？
Good question ですね。私のスピリチュアルジャーニーってすごく長いんですよね。で、一番最初に遡ると、ここに本がちょうどあるわ。マーフィー100の成功法則って、これ潜在意識の話なんだけど、これ私30年前に日本で、まだ20代前半ですよ、読んだ時に、その頃誰も潜在意識とか、なかったですよ。なんていうの、そういう話をしてなかったの引き寄せで、の法則そうとかそうね。そう、もう目から鱗で、何この本と思っ て、すごこい。れをね、最初の前書きに書いてあるんですけど、最低20回読んでくださいって書いてあったのね。で、私、素直だから、そういうとこは20回読んだんですよ。で、その20回読み終わる頃には、あなたの世界が変わってるはずですみたいに書いてあって、よしやってやろうと思って20回読んで、多分20回以上、まあ、結局これニューヨークに来てからも大切に持ってきて読んでるので、私のバイブルとして、もう多分最低30回は読んでると思うんだけど、確かに20回頃読んだ時にもう見え方が変わって、で、これでやってたから3年後にはニューヨーク来てたんですよ。もう夢が叶ってたっていう、もうこれを実践したのでね。でも一番最初に考えてみると、この本が私のスピリチュアルな世界との出会いで、その時はスピリチュアルっていうふうに認識してなかったけど、そうだったんですね。でもそうは言っても、もう私もゴーゴーゴー、オンザゴーの人だったから、ずっともうマスキュランでやってきて、でもそのおかげで、まあ、なんだろう、サバイバルが厳しいニューヨークでももう25年いるし、徐々にこう、いいとキャリアアップして、給料も上がって、タイトルも上がってってやってきたんだけど、はて、次は私これどう、え、これ、この上、え、社長で、社長やる気ないしなと思った時に ねえ、たまたまきっかけは女性性男性性の統合で話で言うと、きっかけは、なんて言うんでしょうか、チャネラーの方に、その別に女性性男性性を見てもらったとか、過去性を見てもらったっていうわけじゃないんだけど、今の状況を見てもらった時に、この過去性の一番今の自分に影響を与えてしまっている過去性からの悪い癖っていうのを見てくれたんですよね。で、私はその過去性を見てもらったわけじゃないんだけど、この癖に気づくともっと楽になりますよみたいな。その時に私すっごい笑った、これマジで本当自分じゃんと思って反省して笑っちゃったんですけど、その過去性の自分がね、一番強い影響を与えてる今世に、なんかどっかのヨーロッパの国王から信頼が厚い騎士団っていうか、その騎士のリーダーをやっていて、でもうすごい何百何千もの部下を抱えてて、上からの評価はいいんだけど、下にすごいきつかったんだって。でも厳しい、完璧主義で、その自分の部下の部下が、だからまあ、現代で言うと、こう、自分がダイレクターだとしたら、その下のシニアマネージャーがいて、マネージャーがいて、そのスタッフレベルがいるみたいな。で、私一番上だったみたいなんですけど、過去生で。だから下のマネージャーに、その下の部下の失態を、お前がちゃんとマネージしないからだとか言うので、その口癖までその人書いてくれて、こういうふうに言ってましたよ、昔みたいな。だから、部下からはすごい恨まれてたみたいな感じで、その愛がなかった。で、それでその過去生が終わって、天に帰った時にすごく自分で反省したんですって。で、それを聞いた時に、あ、私今もやっちゃってるそれと思って、すごく何て言うんだ、恥ずかしかったというか、せっかく天がチャンスをもう一回与えてくれたのに、また同じこと繰り返してたら、これ、いつまで私やるつもりなの？と思った時に、あ、もっと人のこと、下の人の気持ちが分かる、上司になりたいなと思って、そこで心を入れ替えて、もっと人を聞くようになったし、寛大になったし、なんかミスばっかり指摘するんじゃなくて、どうやったらその人が伸びるかとか、そういうことにフォーカスしたり、なんて言うんだろうな、全然アプローチが変わったんですよね。で、そうして、すたまごたい、まそナのーチャ人、リングの感そうじでそうすよそうね。そう。で、その人にたまたま2年、それから2年後ぐらいに、エネルギーを見てもらったときに、なんか、私っていうふうに思ってなかったら、全然違う人のエネルギーになってるので、あ、なんか花火が上がってるんだけど。しかもエネルギーがって言った瞬間出てきてびっくりしたんですけど、すごい何ね。ね、今の、すごエい。ネルギーがって言ったら、ボンってエネルギーが本当に、いや、
ピーだと思わなくてと思って。なんだろう、わかんない。なんだろう、今の。おかしい。まあ、セレブレーションだね、この話をしてる。で、なんか、そしたら、エネルギーがすごい変わりましたよって、多分、同じ人だと思わなかったって、知らなかったら、私のこと。で、すごい努力されましたねって言われて、いや、努力と思ってなかったけど、あれを話を聞いて、自分であまりにも真実なので笑ってしまって、心入れ替えたんですって言ったら、もう今すごい女性性が前面に出てますよって言われて、あ、そうか、女性性、男性性のことは考えてなくて、その、下の人に対するあり方だけを変えたつもりだったけど、あ、結局女性性、あ、そういうことかっていうか、そのピントをこうクリックして、なるほどね、そこからもう自然に別にこうマスキュランでいかなくても、結果主義というよりもプロセスを評価したりとか、そのやろうというチャレンジ精神、結果がどうであれを評価したりとか、別に失敗しても私が全部責任取るからやってごらんって言えるようになったりとか、前はほら失敗して、私がさらに上の上司からどう見られるか、なんか、あれだから、そういうことを言っちゃうタイプだったんですよね。だからプレッシャーすごいかけてたと思うんですよ、下の人に。多分泣いてますよ、私、ケイさんの下に働いてる。なんか昔の私って本当に、自分にも厳しかったので、で、自分に厳しい人って他人にも厳しくなりがちじゃないですか。そうですね。だから自分に厳しくしてる、自分に甘いわけじゃないから、自分に厳しいんだから他人に厳しくしてもいいでしょうぐらいの感覚だったんですよね。ああ、なるほど。だからそれを相手に求めすぎちゃってたので、それを本当にもう、もう完全に手放しました。もう完全に手放したら、そしたら逆に部下もすごい優秀な人が集まってきたりとか、なんだろう。他のマネージャー、フェローマネージャーとの関係も良くなったりとか、今全く嫌な人周りにないもん。もうすごいなんか楽、人間関係で言うと、上司にも恵まれてるし、だから本当に自分の内側が外側の世界ってもう一緒なんです、イコールなんですよね。どう自分のことを自分との人間関係が良好であればあるほど、外の対人との人間関係も良好になるから、自分の中でどれだけこう統合して自分を許せているかによって、なんだろう、外に現れる人も自分のことを許してくれるし、なんかこう、なんか繁栄ですよね、つまりね。で、なんか私昔本当にちょっとでもミスしてると、なんか本当にこうダメ出し、自分にダメ出しをすごくしたりとか、それ考えちゃったりとか、上司の評価が下がったなって気にしちゃったりとか、こう自分の目上の人とか自分の尊敬する人からの評価っていうのをすごい気にする人だったんだけど、それも全部手放して、間違えたら素直にすぐ謝りに行ったりとか、まず自分を許して謝りに行くと、そうするとね、本当に不思議っていうか、これ本当真実だからそうなのかもしれないんですけど、相手もなんかこう、私が謝罪したことを何のことかわからないぐらい、え、何のこと、ああ、あれね、みたいな感じで、それって多分自分を先に許してるから相手からも許されてて、昔の私みたいに自分を許さないまま行ったところで、多分向こうからも指摘されるんですよ、もっともっと、だから本当に自分との関係がどれだけ良好か、自分をどれだけ許してあげられてるか、それっても女性性ですよね、こう許す強要、あ、強要か、受け入れる、本当にね、このトランスフォーメーションは、だから本当コロナ以降ですよ、私も変わったのは。でもつい最近ですよね、それってはっきり言うと。わー、そのやっぱ自分がなんか相手を許すっていうことは、まずは自分を先に許すことができるからっていうので、やっぱり you go first、 なんか自分を結局はリードするわけだし、なんかこれが本当にエンボリメントですよね、自分が本当にそれを先に体現してるからこそ相手にもそれが伝わる。なんか口だけで言ってたら、oh she's just talkTalk the talk、トークをただ言ってるだけであって、本当はそれはできてないけど、やっぱそういうのとかも分かっちゃいますもんね、人間って。分かっちゃう。そうそうそう。だから前はそのなんか会社でも、その女性のエモーショナルな人っていうのがめちゃくちゃ受け付けなかったんですよ、私。あ、もう絶対泣くなって言われましたもん、私。そうでしょ、ここ会社だし、でも私すぐ泣くなって言われると泣いちゃう人だから、もう目も分かるんですよ、もう目の部分も赤くなって、顔も真っ赤になって、そこからもう、ってもうすっごい泣くなって言われるのに、泣く泣いてる顔、私がばって思いながら、だからね、だから私も絶対そういう人たちをジャッジしちゃってたから、絶対自分もそうであったし、でも本当にだから、
自分を許せるようになってから、なんか私の直属の上司で社長なんですけど、社長の前で私一回泣きましたよ。え、絶社対長私はだっどんたらなでき反ない。応されました？非常にね、聞いてくれた。落ち着くまで待っててくれて、アンダースタンディングしてくれて、なんかすごく受け入れられた気分。だから多分自分で最初に受け入れたから、自分のことを。本当に感謝ですね、それはね。やっぱ自分が本当に本当に最初、自分で許してあげられてないと、他人も許しにくいし、だからその、なんだろう、かい、いも、感情は、持ち込むなとかよく言われるけど、まあ確かにそういう場面もあるけどね。だけど、その感情がないと人間としてこうつながりができないし、すごくやっぱりその、なんだろう、わがままに何でもかんでも怒りをあらわにしたりとか、そういうことではなくて、なんだろうな、感情が豊かな人ってやっぱり魅力的ですよね。なんかその信頼感も湧くし。あとそのやっぱそのあり方っていうところでその泣くっていうのとか、まあ、怒るとか何でもいいけど、その何かしらのそのエナジー、エモーション、ない？そのエネルギーを何かしらの形で人間としてこう外に出すときに、やっぱその、なんていうのかな、そのあり方、だから泣くっていうのも、なんか、I don't think you didn't have like the breakdown の、もう、crying ではなくて、You have the emotion, like showing emotion っていう意味の泣くって意味だと思うから、みたいな、なんかそういうので、みたいな、そういう気はなかったのかなっていうふうに思うんですけど、だからあと怒りとかも本当に怒っている、I am really upset って言っていいと思うんですよね。私もただそそう。れをバーンってなんかテーブル、紙をバーンって流してみたいな、そういうのはもちろん not appropriate だけども、I think it's okay to show. It's okay to say I'm about to cry. なんていうの、でも、内側の部分はグラウディングしていれば、相手も分かってくれると思うんですよね。で、涙って浄化っていうじゃないですか。そうですね。流す。そう。だからそういうのも必要だと思うし、あとなんかそのあり方って今おっしゃってた、その思ったんですけど、よく私も、ポッドキャストで話したことあるんですけど、doing versus becoming、doing versus being であって、やっぱり doing っていうのって、こう、行動するっていうのはまあ男性性なんですよね。で、becoming、being っていうのはあり方、その女性で、で、その、なんだろう、こう、doing が先に来ちゃうと、空回りする。まずは being、becoming、being が先にあるべきで、そうすると何をする、doing の方が分かってくるので、なんか私もたまに言うんだけど、ヒューマンドゥイングって言わないんですよ。ヒューマンビーング。Human 私たちは being, ヒューマンビ yeah. ーングなので、まずどうありたいかっていう状態ですよね。で、こう、自分の中の女性性、男性性を統合するときに、あとは、よくまあ昭和のね、厳しく育った、生まれ育った世代多いと思うんですけど、我慢するしちゃう人が多くて、なんかその女性性がこれを求めてるのに、それを聞いてあげないっていう、だから自分の中で、例えば本当に単純なことで、ああ、眠いな、昼寝したいな、でもこっ頑張んなきゃってやってしまうっていうのは、なんか無意識にいろんな人やっちゃ、多くの人がやっちゃうと思うんですけど、でもそれって女性性の願いなんですよね。で、眠たいの、眠たいな。でもそれを男性性がっていうのは叶えてあげるっていうのが男性性のエネルギーなので、それを無視してシャットダウンすると、どん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 女性性がね、縮こまっていって消えちゃうんですよ。で、だんだんなんかもう拗ねてくるから、これなんか今、ちょっと甘いもの食べたいな、いや、あ、やっぱりダイエット中だからって言って、そうシャットダウンする。だからそういうね、日常の小さなことから、本当にこれもゲームコーチングなんだけど、日常で、ね、本当にできることから、ちょっとしたこう欲望とか、ワントが出てきたときに、それをさっと叶え、男性性で叶えてあげると、自分の中でもいい意味で自己完結できるので、外に求めなくなる。評価されたい、いいねが欲しい、褒めて欲しいとか。で、自分で全部やってるから、自己完結をしてるので、自分の中にスペースができるし、バランスが取れてるので、目の前に現れる人、物、状況もバランスが取れたものになっていく。だから、まず本当にもう自分ですよね。最初に自分、自分、自分。これ、
今リスナーさんでね、聞いてくれる、これから多分録画とかで聞く人もいると思う。もう一回今これ K さんがおっしゃったこともう一回書き下ろして、すごい意識して聞いてるところも、今ものすごい本当に very practical だし、like that's it、 もう本当にそれなんですよね、ライフって。本当に、そう。だからそのコンセプトを理解して、まあそれ、コンセプトはコンセプトで、じゃあそれを Do、それをじゃあ、being の部分からドゥイングするのは、もちろんそれはまた難しい。そこが本当に、ライフのゲームの部分で、本当に、そこが私たちがね、ま、学びながら、失敗もしながら、ここやるんだけど、コンセプトは多分、本当に、そのいろんな、こう、なんていうの、こう、自己啓発の本だったりとか、いろんなポッドキャストがあったり、いろんな、こう、ライフコーチが教えてたりするけど、今、ケイさんが本当に、ここの5分間ぐらいお話しされたのが、これがまさに、like、That's it. Like, that's all. って そう、本当に本当もにね、簡単なんかね、難しいのがお好きなのよ、皆さん。なんか難しそう、シンプすルがる難と、しいんですよね。なんかシンプルにね、すやっるぱのが難ね。しかったり、ストラグルしたり、こう、なんて言うんだろうな、困難なことって、なんかこうね、一生懸命生きてるって勘違いしやすいんですよ。でも本当は簡Oh, 単、that's 簡単 good. さをみんな受け入れられないんだよね。いや、そんな簡単なはずないじゃんと思ってる。だから、思ってるから簡単じゃなくなっちゃう。でも It's 本 not 当 that, は、that's not it ってそう思っちゃうんですよね、どうしても。なんか楽してるんじゃないか、楽っていけないんじゃないかっていう、なんかそういうやっぱり風に育ってきたから、なかなかね、この洗脳を解くのは難しかったり、時間かかったりするんだけど、本当にそういう単純なこと、なんかトイレ行きたいと思ったら行く、それだけなんですよ。トイレ行きたいのに、あ、この文章を書く、このメール打つまでは我慢しなきゃって、それじゃなくて、行くと思ったら行くのよ。で、Yeah, そうすると女性 like 性 the が満 baby 足ちすゃる。ん。そうそうそ赤ちゃんってね、本当にそういうコンディショニングというか、プログラミングだから、まあね、いろんな 皆さん学ぶところでいろんな言葉あるけど、こう、生まれた時の赤ちゃんって本当に it's pure だし、there's no condition だし、if you're happy, you're happy, you laugh. If you're not happy, if you You want something, you cry. demand, you cry and ask for something. And if you want the love, you receive love and the baby is giving the love. It's just like the pure, the humanness. Yes, exactly. I don't know why, when we lost that. でしょ？本当にね、そう、だから、本当に赤そう。ちゃんって一人じゃ何もできない。何も持ってない。でも愛されるじゃないですか。皆さんから。私たちの本質ってそれなのに、どんどん、なんか、足りない。not enough ね。さっき、一番最初に N さん言ってたけど、I'm not good enough. I'm not, I don't have enough. とかで、その、ないないって始まっちゃう。だけど、本当は私たちで何でも持ってて、何でも持ってるっていうのは、そのままの状態で、誰か、自分、なんだろう、周りから自然に愛されてる存在だったから、本当は何も必要ないっていうか、もうすでに持っている。だから、何かをしなきゃいけない、どうにかならなきゃいけない、何かを達成しなきゃいけない。私なんか本当に これコーチとして言うのもなんだけど、目標を達成することがやっぱり人生じゃない。そこにOh, yeah, 100%。フィクセイリそロンのでジしャーニーょ？ね。そこにフィックスしちゃうと、本当に人生縮こまっちゃうから、もう、例えば夢があったら夢があって、それに向かってる状態がもう幸せなことなんですよ。本当に。だから、結果なんて死ぬ時の、そのデス、あの、ダイイングベッドでそんなのマターじゃないよね。で、どれだけ自分が楽しいんだか、どれだけその多くの人にいいインパクトを与えることができたか、なんか本当にもうそれだけ、いろんな人にちゃんと親切にできたかとか、それだけがマターであって、何の目標をいくつ達成したかって多分死ぬ時に考える人いないと思うんですよね。だ確かからに本当確にか結に。果じゃないし、本当にプロセス主義で、これからの時代。だからね、コレクティブコンシャスネスがちゃんと、こう、一定数集まると、もう大多数がそういう、
評価システムにかコーポレートワールドであってもなっていけばいいな、うん、なっていくのかなと思いますよね。うんうんうん、あ、なんか今もう本当にオセロ今想像できました、うん、そのコーナーとコーナーとコーナーコーナーで、うんうん、あ、そうそうそう、 We're getting all white, right? うん、うん、and then like it turned like once one person one more person switched ideas、yes. right、うん、and it flips everything so yeah I love that it's a game it's a game、wow. it's a game yesSuch a beautiful conversation. 本当ありがとうございました。うんうん、本当になんか私最後にちょっとお伝えしたいのがやっぱその、はい、ね、ケイちゃんがすごいものすごい大切なことをたくさんおっしゃっていて、もしかしたら聞いてる人の中でいやそれはさなんか今だからそうやって言えるよね。でも life happens right、うん、life で目の前にはそのライフっていうのがあるわけだから、でもさ実際には社長にレポートしなきゃいけないし結果出さなきゃいけないしっていうふうに思う方もいるかもしれないけど、うん、it's just like a reminder、うん、リマインダーなんですよね、うん、なんかじゃあそれがずっと 100% でできるかって言ったらそうそれができないかもしれないけれども because you know there's a number that we need to、うん、to prove at work だとしたときに、でも I'm a human being、like、少しずつのそのこう思い出すことであったりだとか、うんうんうん、just give yourself a time、 だからそういうなんて言うんだろう、コーチがいてそこにコーチにリマインドしてもらったりだとか、あとはね it could be just a meditation, it could be like a breath work、 なんでもいいけど、うん、そういうなんて言うんだろうな、自分の人間に戻ることでまたこうエネルギーがシフトするからこそ、うん、OK I'm gonna do itLet's do it っていうなんか、うん、またね、うん、そこに戻ってこれるっていうのはあるのかなって、うんうん、思いました。そう思います、うん、リマインダー本当に必要。人間って本当に忘れてしまう動物だから、うん、私もさまざまな方法で本当にそのゲームコーチングとして率先してやってるんですけど、本当にね、私本当に頭ガチガチだった時はこれ私のグルコンとかでもやってるんですけど、もう本当にスマホのリマインダーアプリをインストールして、Oh, yeah. ボイスで吹き込めるやつにして、mm-hmm. もう自分自身に1時間ごとに、mm-hmm. 私の場合英語でやったんだけど、mm-hmm. How are you feeling right now? とか聞こえてくるようにしたりとか、mm-hmm. What can you do to make yourself happy? とかいうふうに自分で吹き込んで、mm-hmm. それをもう1時間ごとにリマインド、yeah. あ、そっか何感じてるんだろう私みたいな、yeah. その自分の何を今感じているかを感じる練習から私本当に入ったんですよね、mm-hmm. っていうのは本当にこう、mm-hmm.もう5、5、5で目標達成のために生きてきた人だったので、その目標達成するためには自分がどう感じているかっていうのはもうセカンダリーになっちゃってたのね。だから何を感じているのか、本当はどうしたいのかっていうのじゃなくて、いや自分で決めたんだから今日はこう計画通りに行きましょうっていうのを優先したわけだから、もう本当に女性性死んでたの私の場合だけど感じることからそういうふうに、なんだろう、日常の中でこうリマインドしていくって本当に大事。Mm. I love that. Yeah. Wow. Thank you. Thank you so much for all this. 本当にありがとうございました。はい、このコンバセーション後で私もポッドキャストの方に、ね、うん、アップロードしますのでね、またこれ多分何度も何度も聞くことですごいシンキング、わお、シンキングってなんていうんだ、こう浸透してくると思うんですよね。そうだね。一回だけ聞いてるのは。っていう風になるかもしれないけど、うん、It's the repeat repetition、ね、その本のちょっとタイトルの名前ちょっと忘れちゃったけども、何回も読んだっていうのもあるし、うん、私も本当にそうで、同じことを何回も何回も聞くと、うんうん、今のバージョンの自分と next week のバージョンの自分は違うから、そうそうそう、本当、うん、何回も何回もよく斉藤ひとりさんの動画でもこれ100回は聞いてねってよく言ってんですよ、うん、彼100回も聞くんかいみたいな、うん、でも彼からしてみれば1回聞いただけでは絶対分かんないよっていう意味で、100回聞いたら変わるからねって言って、うん、でもおっしゃる通りだなと思って、うん、ともみさんありがとうございます、ありがとうございます、うん、大切なリマインダーになりました。本当にそうリマインダーなんですよね、うん、I love that、うん、This is such a good reminder。 だから忙しくなってる時こそここでまたこのね、うん、カムセーション聞いて、Oh, that's right. そうだそうだそうだって思い出して、そうそうそう、また、うん、just play your own game, your life のね、このゲームをまた楽しく、そうそう、うんうん、プレイするといいと思います。何回もリマインドしてると、うん、だんだんこう意識しなくてもできるようになってくるから、それが習慣となって、うん、それがビカミングになっていきます、皆さん。うん、そうですね。I love that. And I think that 多分ケイさんのおっしゃるそのゲームっていうのは、価値があるからいいとかじゃなくて、うん、
the fact that you're in the game. そうそうそう。That's it. それだけ。本当に。うん、それだけなんですよね。だから負けちゃったからなんか失敗したから本当にやろうと思ったのにでも負けちゃったからやらなかった負けじゃなくて、That's okay. I'm still in the game. Let's do it. っていう、そこにね、多分戻ってくるっていう。いや、本当にマリオのね、スーパーマリオで一回負けても You're back again. そう。あのマリオカートね、私爆走する人だから、もうこうやってやんないと、あの、こうやってやる。今こうじゃないかもしれないけど、もう昔だからさ、なんかすごい本当にハンドル切って運転してるような感じでさ、いつも雲とか、わかります？あの名前ちょっと忘れてたけど、落ちるとなんか雲がこうピッてすくってくれるじゃないですか。で、また、わかります？そのまた同じ道にこう置いてくれる。Yeah, so you will have a chance again. As long as you live, as long as you breathe, you're in the game. そう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 。続けていたら、だいたいこう失敗とか言う人って多分ね、too quick to judge なんだよね。だから別に途中でやめてもいい、それでまたまた続ければいいし、終わりがない、終わりがないって言うと先が見えない感じがしてこうあーってなっちゃう人もいるかもしれないけど、終わりがないゲームって楽しいのよ実は、うん、いいですよね、最高だと思います。ゲームっていうのは、で結局英語の勉強、メディテーション、運動全部そうですよね。終わりがあって、はい1日メディテーションやって、はいあと1週やらなくて OK ってことじゃないじゃん。 No, it's a process、yeah. 全部プロセス、yeah. 英語の勉強もネイティブじゃない限り常に学ぶことがある。だから it's a process、 英語の勉強も1年やってもずっと1週やらなくて済むっていうわけじゃない、やっぱちょっとずつやっていくっていう、yeah. そういうふうにできたら別に失敗ってありえないだよね。 Yeah, it's part of it. Part of the game. Part of the game, exactly. Yes. ありがとうございました。またやりましょう、アメコさん。Yes, 本当にありがとうございました。もう一回私も聞き直します。私の方もコーチングライブニューヨーク with Kay っていうポッドキャストをやってるので、ちょっと明日は、前のレコーディングがあるんで、多分来週にまたねこのレコーディングを公開したいと思うので、そちらの方も私も聞いてください。はい、はい、シェアします。はい、ありがとうございます、はい、皆さんありがとうございました。本当にありがとうございました、はい、じゃあまたよろしくお願いします。これからもコークリエーションね、またコークリエーション、トランスフォーメーションやっていきましょう。 Yes, transformation. はい、 100%。 はい、ありがとうございました。皆さんありがとうございました。失礼いたします。バイ。